何番でした？11。え、22。ゾロ目。あ、ゾロ目だ。はい、私は22です。いやでも僕は11ですね。まあ何でもわりかしいけるんじゃないの、ね、その1台の機種とか打ちたいとかなければ、あとは前の人がみんな何行くかですね。うん、そうだね。レッツガッション。よし、できた。これテイク2なんですよ。いや、まあなんでテイク2になったかっていうと、はい、まあ、私がさっきスタートすごい楽しそうとか笑ってたって言われちゃって、うん、笑ってたね。そんなつもりなかったんですけど、スタッフの方も、はいはいはい、まあ、ガチなんでしょうね、うん、でこの番組なんですけど、すごいもうガチでやるんで、はい、笑顔が、うん、まあ、禁止になってます、うん、それだけちょっと気をつけていただいて、はいはい、今日は、はい、やっていただければなと思ってます。僕もあの過去の回見て、はい、歯見せるなって。ダメです。こうなっちゃダメですよ。不自然だけどね。いや、ま、今まあまあでもほら笑ってもさ、うん、別に要はパチスロの内容で、はい、見せればいいわけじゃん。いや、そうなんですよね。その笑うなっていうのを初回なんですかね、モロゲン君が言い出しちゃった、はい、でそれをみんなこう引き継いでそうだ、ね、やってるわけなんですけど、いやもうむしろ笑おうぐらいはいいんじゃない。いいですかね。モロゲン君のやつ何回か見たけど、ずっと表情不自然だったずっともう中戦終わって今台取る前なんですけど、はい、どうしましょうかね。そこなんだよね、うん、まあ、あの過去の傾向とかで、まあ、10月じゃないですか、で2ヶ月前かな、うん、の同じ日にカバネリが強かったって、うん、はい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 、はい、でまあ間空いて今月とかもあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってるのと、まあちょっと朝やっぱそのなんていうの、攻めやすいと思うんだよねカバネリ。ああ、まあそうか。とりあえず触ってみるっていう分にはいいのかなっていう気はしてます。いろいろ調べてくるんですけど、はい、まあ、最近ちょっと SNS の方での情報発信が減っちゃってて、うん、まあ、どうしようかっていうことでこの番組の過去回をまあ見てたんですけど、うん、はいはい、まあ、やっぱりここだと並びとか、うん、あと末尾とか、うん、で最近だとちょっと寝台とかがまあ強そうかなと思ってて、うん、カバネリが見たら増大されてたから、そうね、新パネルが出たからね、うんうん、だからそこに行くのはすごいありかなとは思ってます、うん、はいはいはい、詳しいんだやっぱ。じゃあ詳しいとはここのホールさんについてですか。いやいや、カバネリ、いや、カバネリはカバネリは本当にこんなに大人気な機種なんですけど、うん、実は私あんまり触ってなくて。大丈夫、今日勝てるそんな人。勝てます高設定挙動さえ知ってれば、あ、そうなんとかなるのかなっていうところ。あ、じゃあれだ、三原明初のカバネリで高設定積もみたいな、そういう。だから私の狙い台としては、うん、誠さんの隣の台。え、なんで。え、教えてもらおうと思って。俺が、うん、あ、その挙動いいよみたいな。はいはいはい、いや多分黙ってるよ俺いや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 、そこはその時黙ってはなるほどめちゃくちゃ詳しいですよね。記事結構何本も書いてますよね。まあ書いてますね、はい、ですよね、はい、私も読んだことあるんで、ありがとうございます。これはちょっと誠さんの隣が一番狙い熱いかなと思ってるんで。いや、とはいえさ、はい、あんま固まっててもほら23台あるわけじゃん、うん、見えない島の状況は。なんでそうやって遠ざけようとするんですかいいじゃないですか、横でも並びだったら2人で並び積もとかも可能性あるし。そうだよね、なんか並びで入ってたりもするっていう傾向もあるんだよね、うんうん、まあまあそれでもいいですけど、めっちゃ嫌がるじゃないですか。まあでも俺そんな言うほどアドバイスしないからね。じゃあ私が聞きます。え、だからあの、いや聞かれても答えないっていう。なんでなんでですか聞かれてもそんな、やっぱほら戦う相手だから違うっすよ、これ対戦番組じゃないっすよ。いや、俺の中では戦いなんだよ。なんで俺の中ではあくまで相手にも勝ちたい一緒に出てる人にも勝ちたい、パチスロでも勝ちたいだから。ああ、分かりました。じゃあ対戦形式にします、今回は。ああ、いいんじゃない、うん、分かりました。じゃあ、ま、隣いて誠さんの挙動をこっそり見ながらとか、ま、動きを見ながらで やるのを目標とします。私は。分かりました。分かりました。じゃあいきますか。はい、はい、じゃあいきます、せーの、レッツガッソモ。いや、マジで、本当に私は誠さんに教えてもらいたいんですけど、なんであんなに拒否られるの。いいじゃないですかね。でも BGM がな、ずっと北斗だから北斗行く可能性もな、ある気もするんですよねこれ結構流されません。いや、なんかずっと流れてるなみたいな。ちなみに BGM は北斗ですね。北斗行こうかなあんだけカバネリカバネリって。まあとりあえずはカバネリの島行きますわ。新パネだ。でもカードか、あ
れ、ぜあ、シンパネこっちにもあった。じゃあベタにシンパネルで勝つ末尾が7。あー、なるほど、シンパネルだ。よし、狙い台取れました。マコスさんの隣狙ってたの、それ。狙い台です。あのマコスさんの隣の台が狙いなんで。まあでもシンパネで、うん、末尾7で、うん、シンパネルは触りしてみたかった、うんうん、私このパネルでも確かに初めて見ました。めっちゃ新しいですね。んこのパネル私も初めて見たんですよ。だから、いや、これがシンパネルだ。結構新しいですよね。最近、うんうん、最近です。笑わせようとしてる、もしかして。全然全然。いやでもこの並びがあるんだったらここめちゃくちゃ怪しいと思うんですよね。新パネルで3台並んでるんで、やりそうですよ ね、 ねえ、めちゃくちゃベタにやってくるんじゃないのかな。ちなみに私カバネリのその高設定挙動を、うん、ざっくりですけど、まあ、250超えない超えづらいとか、うん、チャンスゾーン当たりやすいとか、まあ、その辺ぐらいしかあんまりよく分かってないです、うん、あとなんかちょっとチャンスゾーン無名とかイコマとかも当たりやすくなってるぐらいなんですけど、その通りです。あ、答えてくれないやつだ。どうした？あ、まあちょっと聞こえなかった。聞こえなかった、うん、おかしい、こんなにイヤホンつけてるのに。ゲーム数は、まあ、設定差はあるらしいけど、うん、別に高設定でもハマりはするかなっていう気はするね、まあ、やっぱチャンスゾーンが出てくる分そこでこう成功する割合が高いっていうよりは、まあ、数やれるから当たって結果ハマらないみたいな感じかな。これ引いて減算してゼロになったら出てくるんですよね。はい。え、寝台だと思ってる。お、何？こういうのがいいけど。こういうのがいい。ピコーンって光ったら15ポイントの減算か全長いってるかどっちか。降格状態にいたら絶対、まあ、このアクションがあるのね。ピコーンってなる、はい、あの帯がその帯がついてる状態ね、うん、だから帯がないときにどんだけこのピコーンがなるか。嘘だ。知らない知らない。そういうこと、まあ、そういうことだと思うよ。これはね、複合は絶対減算するから15ポイント以上だから、俺が6打った時はマジであの帯がついてない広角じゃないとこでチャンス目引いてピコンがすごい多かった。ただビバに関しては別に気にしなくてもいい、はいはいはい、っていうぐらいかな。でまあ朝一はこの無名イコマビバのどれかが減算して始まるから、だからそこはまああんまりその早めに出てきたからといってっていうのはあるかな。なるほど。そんな気にしなくてもいいかなと思います。なんだかんだでちゃんと教えてくれる。いや違うのよね、このなんていうの、あ、こういうのがこう設定挙動ですよっていうのを言いたいわけ俺は。そうですよね、せっかく打つなら、うん、聞かれるんだよ、外してもらっていい。助かるな、このイヤホン助かる。お、まあ、今千本鳥の煽りが79の時点で出たんで、まあ、そこで100内部100なのかどうか分かんないけど、まあ、21ゲーム以上は減算して始まってる、まあ、加算されてる状態ですね僕の台は。設定変更後はちょっとなんかずれますもんね。ずれる。いやただ分かんないんだよね、79の時に出たけど79がジャスト100かどうか分かんないから。結果前兆始まってからこのゲーム数で発展したら熱いとかがあるってことですか。本当に言ってる。いや千本鳥居に発展するゲームが奇数か偶数かでだいぶ期待度変わるから。多分当たるな俺の。知らなかったな。強いっすね。あ、強い強い強い。カラス出て子役否定はだいぶ強い。本当だ、当たってる。98ゲーム、最初のまあ内部的には100のところの指定ゲーム数の抽選で当たりましたね。ここでいいんですか。95で全長折り来て104だと9ゲームってこと。そう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 、そういうこと。ああ、早白かも。早白っぽい。全長は、はい、奇数の方が熱いってことですか。偶数ですね。あ、偶数の方がいいのか。マジか、この人。そんなね、全部の機種を全部フォローできるんじゃないんですよ。まあまあまあ、それはね確かにそうだけど、まあ、これは昇格しないです。お、
ドートロフィー出てる。ドートロフィー出ましたよ、いきなり早次郎で。へー、2乗ですね。ただな、ドートロフィーって罠だよな。あ、でも無名が出ましたね。あのここ BB ランク示唆してるんですけど、まあ、5以上の可能性が高いですね、無名出ると。無名のチャンスと当たりましたね。さっきの早次郎引き継いで133。ただ、まあ、あの早めに出てきてるのは飛行設定挙動としていい感じだけど、無名のチャンスゾーンが減算されてた可能性があるから、まだそんなに意識しなくてもいいかなっていう。無名のチャンスゾーン中もありますよね、設定差。それもあるって言われてて、ただじゃあどう、いつあるのか分かんないのよ。まあ、いろんな人が考察してるんだけど、まあ、よく言われてるのは、この子役が入賞して一連劇ってなった後の13枚ベルのナビ、二択ナビが出るかどうかなんだけど、まあ、今出てるじゃん。で、高設定ほどこれが出やすいって言われてるけど、じゃあ毎回無名のチャンスゾーンそうなのかって言われると、高設定打ってても出ない時もあるよなみたいなことを言う人もいる。だからこの無名のチャンスゾーンは子役引いた後に二択ナビが出やすいチャンスゾーンとかがあるのかもしれない。あ、分かんない、そこは。で、今出てるから出やすいやつなのかもしれないね。お、黒煙溜まった、レア。まあ、ただチャンスゾーンは生駒と無名のに関しては早めに出てきた方がいい。あの、もっと根本的なこと聞いていいですか。はい。まあ、ゼロにする、ゼロになったら出てくるっていうのは分かるんですけど、もともと何ポイントからスタートしてるんですか。だからそれ減算されてたりするから分かんないんだけど、分かんない、うん、まあ、そこね、そんな意識してないんだけど、150かな、うん、マックス150で、マックス150でスタートしてってことか。僕の代今あれなんですよね、無名のチャンスゾーン入った後に、カバネリ降格の状態で無名のチャンス目2回引いたのよ、はい、ってことは最低でも30ポイントは減った、うんうん、けど、まあ、けどって言っていいかどうか分かんないけど、無名のチャンスゾーン出てきてない、はい、だそこが例えば2回のピコンで出てくるとかっていうのとかは高設定挙動と、なるほど、1回チャンスゾーン減算がでかい、うん、6打ってちゃんと確率通りにチャンス目が引けてるときは、うん、別格だったけどね。あ、もう全然挙動違うなと思った。38、第3無名強い。39だと11なんだよな。まあまあ、でもこの千本トリーって下のやつが動くのは強いですね。強い、もう第3アクションは基本的に強い、何でも。なんかすごい良さそう。いや、まあ、ただね、ゲーム数で当たったからといってね、喜べる、まあ、もちろん嬉しいけど、強いですね。多分当たると思います。チャンスゾーンの方がやっぱ圧倒的に大事だと俺は思う。ただそれも全部6に関してはなんだよね。じゃあ4、5どうだって言われるとあんま自信ない。おお、252で当たりましたね。で、一応あの BB ランクの下で無名が出てたんで、 ST が欲しい。もここはうわー、林郎だった。まあまあ、これもあるっちゃあるよね。多分三原さん、チャンス目の仕組み知らないと思うんだけど、チャンス目って右下がりリプレイなのよ。へえ。実は、まあ、まあこれも別に有名な話なんだけど、早次郎とかやってると右下がりにリプレイ基本的に揃わないから、はい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 、チャンス目出すナビが出るからね。まあ、てか ST 中もそうなんだけど、確かにリプレイだ。ただ1枚役もあるからね。1枚役でもチャンス目の時があるってことか。そう、1枚役のチャンス目っていうフラグがある。はいはいはい。
どっちが共通チャンス目とかあるんですか。一枚役の方はまあ共通だね、どっから押しても止まる、うん、今回はトロフィーは出ず、あやめか、あやめだ。ちなみにここも右下がりリプレイ出ないよ、ここ全ナビ状態だから、全部、全部全長いきましたね。また引いてる、すごいな。確かに何回引いたトータル、こう手続きね。で全部全長いってる場合は基本この順番で出てくる。あ、そうか、まあ、全長っていうか、まあ、全部本全長だったらこの順番だね、うん、無名、イコマ、ビバ、早めに到達した方とかじゃないってことですね。そうそうそう、あれ金剛閣なんだけど、おビバからなんだ。え、じゃあもう無名とイコマ否定されたってことですか。この俺の認識ではそうなんだけど、うん、全部あのフェイクの可能性もあるっちゃあるけどね。おお、ビバも結構あのもうピコンピコン行ってたから、うん、これは仕留めてもう ST 欲しい。とか250超えちゃいましたもんね。超えました。250のとこで2回目の早白が当たってっていう感じだったんで。いいよ。じゃあうまい。あ、当たりました。お、早っ。私まだ1回も当たってないんですけど、なんならチャンスゾーンも出てきてない。あんま挙動良くない。ねえ。ね、いやまだ。まだだ。まだ。ちょっと遠かったですね。あとそして早白がずっと下手くそですね。ずっとこの4000とか3000とかそのぐらい最低ポイント取れるみたいな。うん、あやめか。まあやっぱそうでしたね、無名と生駒はもう消えてるんで、さっきの時点でフェイクだったってことですね。400おみくじ、お、おみくじ、ほいちょ、いやー小吉か。でもおみくじ出るのって理由があって、はい、おみくじって出るのってあのその要はチャンスゾーンどれが今一番近いですよの下なんだけど、うん、まあ BB ランクの下は出ないわけじゃん、はい、それって BB ランクがもうある程度いってるから、うん、あなた今当たりの方が欲しいですよね、うん、っていう意味の下なんだよね。じゃあ BB ランクが高い時ほど出てきやすいってことですか、うん、うーん、2回出てますね。ただ、うん、別にだからといって、うん、当たりが ST とは限らない。はいはいはい、はい、初の生駒チャンスの324、おお出てきた。はい、私の方は今日初のチャンスゾーンになります。カバネリチャンス無名ですね。頼む、なんか引いてる。はよ、なんとなく右な気がするから右にしよう。左にしようよかった。まあでも4連撃でも強いですもんね。そこで小屋、ああ一角だよ、一角。4連撃まで行ったら2ゲーム間で小役引けば確定で、ここでもうリプレイかチャンス目だから OK ってことですね。なるほど、めちゃくちゃ勉強になりますね。私が知らなすぎるのもあるけど、よし当たりました。431ゲームです。はい、おお、やったー、そうだ。まあ、これもおみくじ出てたからっていうのもあるかもしれないですもんね。そうね、BB ランク上がってたかも、うん、まあ上がってたんだろうね、うん、よし、じゃあ私の方が先に ST やってきます。あ、弱いと思ったけど出てきたな、悪くないぞ。2回目の無名の CZ ですね。374、あーないやつ。ちゃうか、黄色でバトル。
これだ。そう、ちょっとおかしいなと思ったんですよね。え、AT 中この出目出たら、はい、ビバ狙ってるとこにも、まあその出目はそうだね、ビバだね。よし、駆け抜けは避けました。さあ、最初は誰出てくるかな。あれだよ、朝一一発目のボーナス、とりあえず1000枚の、そうありますよね。 0.39% よし、あるよ。聞いたことないけど0.39%。 あー、いやでも無名全然ある。いきます。まあ全然あるよって、あの1000枚期待してたらあれだけど、まあそうですね、1000枚はそんな期待するもんではないかな。235。なんかここのキャラって一応男性キャラ女性キャラで奇数偶数って分かれてるじゃないですか、うん、その中でも強いなとかそういうのありそうとかないって聞いた。ただキャラが出るか話数が出るかの設定差があるんじゃないか説。ああ、なるほど。がある、うんうんうん、どっちがいいかは分かんない。なるほど。ちなみにあのそこの、まあもう終わっちゃうけど、そこであのユキナっていうキャラが出てくる演出あるじゃん、はい、それチャンス目だからね。チャンス目っていうか右下がりリプレイ、まあリプレイ対応だから。お、うまい。ユキナが出てきたらチャンスってことですね。そうそうそう、ユキナの方が強い。あの、なるほど、鋼鉄頭上が加速するより。おお、戻った。ラッキー、一発目のチャンス目だったりました。俺の台の方が挙動良かったけどな。650いくな。2、7、8。それね、これが雪菜か。それちなみにあの中とかから押しても大丈夫だよ。あ、なるほど。え、雪菜の時に限ってはってこと。そう、雪菜で押し順ナビが出てなかったら基本そのリプレイだから、まあ要は内部3択と一緒だから。あ、あー、なるほど。ただ画面は左から押してくださいみたいになるけど、うん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 、あ、うわ、激アツだ。どうしよう。一回ミノリンと収録したときに、うん、中で、私は中で結構当たるって言われて本当に中をしたら成功したんですよ。お、信じよう。次の進路はどうしよう。あー、いや、楽しそうで何より。激アツでしょ、だって今の正解してれば確定でした。あれはさ、もうめっちゃ熱くなる。発展っていうのだったら、あの騒乱に行く、騒乱じゃなかったら確定。なるほど、すごい、知らなかった。ああ、これの時点で複合ですよね。いや、今の超強かったよ、うん、予告音のみだったでしょ、うん、まああの演出は弱かったけど、うん、その時点で複合、複合、複合かオールスターかどっちか。よし。あ、ちなみにあなた確定です。そうだ、目ついてたわ。複合のあれなの。よっしゃ、ありがとうございます。ここ、超えろ。なあ、これないか。200。お、来た来た来た、これか。へえ、これ内部三択なのか。本当だ、出るけど大丈夫ってことですもんね。やっぱ演出分かってる方が楽しめますね。いやー、ダメでした。トロフィーは、そうですね、トロフィー気になりますよね、うん、あ、出た。あ、なるほど、銅は出るようになってそうですね。これカスタムしてるっぽいよね、651で当たりました。トータルの投資が17000円。よし、じゃあ私ちょっとあの店内ぐるっと軽く見てきます。宮原さんが全然知らないからいろいろ話してましたけど、一応ここで有力感切る可能性があるんですよね、この ST が始まる手前のとこで。ただ今回は絶対切らないです。ゲーム数的に、消化してるゲーム数的に切らないですね。1450ゲームだったかな。
さあ頑張ります。チャンス目をほんと引くことだけ、右下がりリプレイを数引く、これがマジで大事。今更ですけど出た、スロ戦のスマパチ出た、増えてるスマパチ増えてる、スマパチが8台に増えてました。終わりそうです。え、駆け抜けちゃうってことですか。はい、やばい、無名のチャンス目3回引いてダメ、全部当たらず頼むって、うわー何も来んねー。お、また出たいらない、君はいらないこっちに表示が欲しかったよ。そうだ、なんか良さげなとこあった。壁側の北斗の松7、松6のあたりはハザー当たり取ってましたね。うん、いや朝めっちゃ北斗の BGM かかってたからさ。そうなんですよ、それはね、私もちょっと気になりましたねえ。だからちょっとカバネリ行こうって言ってたけど、裏切って北斗行こうかなと思ったんですけど俺も一旦 ST が終わったらポイント全部リセットされます。 ST が終わったら絶対リセット、うん、あ、そうか、で早城とかだったら引き継いでる。そう、私一回燃える命の後何にも引いてないのに何か出てきた記憶があるんですけど、ST 前に本前兆行ってればゼロになってれば持ち越す、あ、有力化が切られなければ、うん、なるほど、そういうことか。だから ST 終わってどっかついてたらもうそのチャンスゾーン出てくるの確定です。わかりました。お、早い。早いね。悪くない。さあ無名のチャンスゾーン。ダメだ。結構粘りましたけどね。あ、ゲーム数の前兆かな。じゃあ強いですね。51ゲーム目がマリじゃなくて黒いあれだったかな、丸いやつだったかな。無名が走る以外のパターンだともうその時点でだいぶ強いんで、で260で偶数で千本鳥居の告知出たんで、これもチャンスアップ。よし、じゃあ私はカバネリチャンス目いきます。まあでも結構合格中にとか複合チャンス目いけたんで、ちょっとさ、とかではなすぞ。こういう時、何狙うのが面白いとかあります。でかっ、え、でかっ絶対当たるじゃないですかこれは当たるね、うん、何狙うか、まあ、俺はよくやってたのは単独の無名のチャンス目を枠内に狙ってた、マニアックこれか。あ、そこまで滑っちゃうとね、まあ、まだ可能性は。おお、大丈夫、威嚇じゃん。あ、そっか、え、これね、嘘だ、威嚇だって言ったのにそうですね、これマジか。いやー、なんかもうちょっとなんか分かってる感じしてたんだけどな、欲しいな。172で当たりました、はい、ただランクがな、どうなんだろう。エピボでお願いします。もうさあ、私は276です。早城、よし、やったー、ナイス嬉しいやりました。174、2度目のエピボです。7000はいった。おお昇格しました。うまい。お願いします、マジでお願いします。2人とも ST だ。 60% 2回目 60% 5回目そう、5回目ですね。頼む、お願いします。おー、ナイス、止まった、あ、止まった、少ない、大体同じタイミングですね。何時今、もう12時前なんですけど12時前、ようやく赤7揃います。いや、少ないね、255枚、勝った勝った、272枚。あ、バトルなんですよね、これ、今日。そうだ、忘れてた自分で言ったのに
この狙いフラグは何のフラグですか、うん、何でしょう。分かんない、見てなかった。リプレイじゃなくて冷静に考えて、このボーナス中に出てこないとあるフラグがあるから。外れ1枚大丈夫ですか。払い出し1枚ですもんね。1枚役だ。はい、1枚役です何の1枚役かだよね。だからなんで教えてくんないですか、すっと。いや別に教えてもいいけど、考えたらわかるかなと思ってよし、あるよ。あー、無名か。いや、出てくれるだけでありがたい、ありがたいです。乗り越えろ。よし、おお、あれやりました。いや 25% が仕事してくれるときはね、勝てんすよね。まあ当然なんだけど。答え出ました、そういえば。一枚役だから、一枚役だっつってんじゃんナビがあるかないか分かんないじゃん。もうボーナス終わっちゃいましたもん。あー短い、225 お、熱っ。おわー、頼む。よし、おぉ、いけるよね。危ない。ちなみに覚醒中はデフォルトであそこつくから、うん、あ、今のパターン、ね、案外弱いんだよね。なるほど、外れる時のパターンだったけど、うん、素晴らしいね。助かりました。あれだ、その1回さ、狙ってって時順押ししてみたら分かるよ。損するけど。200、1万円だって分かったらいいんすよね。いや、まあ別にあれだわ、そんな引っ張るもんでもないわ。あの右上がりベルです。え、分からん。え、斜めベル。分かんなかった。あ、なるほど、斜めベル出ないから。そんなの気づけないっすよ。え、損しようとしてる。あ、はい。もったいな。本当だ、マジめっちゃもったいな。なんでした。やったら分かるよって言うから、一応ほらみんなにも見据えるためにですよ。いやでも皆さん知ってますから。あ、そっか、そうか。じゃあもうすんなり教えてくれれば済んだ話なんですよ。お願いします。引いてなさそう。引いてね。いやむずいっすね。3連354枚で終わっちゃいました。まあ、挙動がめちゃくちゃ悪いわけじゃないからな。一応2以上だし。お、あ、うま。これは絶対出るんですもんね。出る。あー、なるほど。一応逆転もあるけどね、まだ。まだある。ダメか。あー、今実は3択引いてたんだな。聞いてたけど、その演出が失敗してたから出せなかったんだよ、ね、あー、なるほど。いろいろ知るとそういうなんか悔しいところが出てくるの。もう深いっすね、やっぱクバネ。お、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 マジか、早い、早いな。さっきも早かったけど、今回も早い。マメちゃんのチャンスオン来ました。52ゲーム。どうだ。あー、ダメか。大丈夫。どう、どう、いけたいけた。よかったよかった。頑張れますね、今日ね。262早い。さすがに早白じゃないかな。よし、64ゲーム早白です。トロフィーなしです。うん、恥か。よし、ゲーム数で当たりました。121ですね。チャンス目でいいよ。テンパイオンはなし。早ゼロでしたね。124かな。フリーズもない。ないね。あれ、お、また出てきた。
いい挙動だ。早いですね。終わっちゃった。残念ね、終わったけど。まあまあ、でも途中からのチャンスはかなり軽いんで悪くなさそう。確かに無名無名短かったよね、うん、そういうのがいっぱいあるとね、本当、ああさすがに設定ありそうだなってなるんだけど、うん、まあこの後250抜けたらどうするかなんですよね。当たりましたね、無名のチャンスゾーンが133からだね。さあここ当てたい。無名チャンスゾーンまだ1回も成功してないからな。いや、むずいって私は今やめれるから、うーん、まあ移動してもいいんだよな。全然ありじゃない。427の隣の426が回ってないから、ちょっとあっちに移動してみようかな。うん、どうしよっかな。でも気になるんすよね。まあもう BB ランクも5、無名が連続で出たから、まあこの5以上かな、5以上の可能性が高くて、まあ、ちょうど今ナビ広角にも行っててという状況ですし、まあ危ないかもしれないけどちょっと続行します。まあ、4とか5、まあ5はちょっと分かんないですけどぐらいだったらまだあるかもしれないかなっていう。ただまあじゃあ4を目指して打つかって言われるとな、むずいんだよな。はい、じゃあ私の方は移動してきました。さっきと同じ末尾6の台ですね。カバネリの中だとこの私の右隣の台がちょっと強いのかなっていう気がするんで、まだ分かんないですけど、ちょっとこの隣を攻めてみます。250での当たりが1回も確認できなかったんで、の台は。さあどうだ。お、いい音。おー、当たりました。22ゲーム、ゲーム数です。なんとか持ちメダル。さすがに朝一は早ジロかな。はい、矢印ボーダースタートです。5500で朝一番トロフィー出そうだけど、あー出ますね、同トロフィー。お約束みたいな感じになってる。そうですね、でもやっぱり朝一は同トロフィーは出るようになってるっぽい。キャラクターがユキーナってことは前代2以上なのかな。前代2以上ってことじゃないですかね。終わったー。なんだかんだで追加投資が、まずいよこのままじゃ。なんか下手くそなカバネリずっと見せてるっていう動画になっちゃう。608でビバチャンスゾーンですね。お願いします。リプレイ引けばいいんです、右下がりの。これでも 10% 煽りが発生したら確定。あ、あ、当たりです。これ鉄板です。さっきの、右上がりベルで当たりましたね。へえ、はい、ブルブルしてる。頼むぞエピボ、マジで。611お願いします。右から、よし、終わった。私もまたカバネリチャンス、ビバも来ました。ラスト、あー、なんとこない。リプレイを引けない自分を呪ってください。うっそー、マジで。あのカバネリは右下がりリプレイ引きゲーだから、はい、なるほど、わかりました。でもそれ意識すると全然引けなくなる。あー、抜けてきた。よし、伸ばすぞマジで、頼むぞ。多分ここで有力感切ると思うんですよね、僕の台、1556ゲーム通常時やってるのかな。確定で切りますね。だから頼む、
チャンス目をただただ引ければいい。アイアンフォートレス、いやリプレイ引けない、追い込まれた、はへーよ、うわー、早い、186枚、さすがにないと思うんで、多分有力化も切ってるし、まあ、一応1ゲーム回しますけど、はい、ここでやめます、まあ、やっぱ伸ばせなきゃ意味ないもんな、結局とりあえずなんか見に行きましょう、パネルうんぬんっていう感じでもないのかもしれないですね。さあ打つ台決めました、423番台で、まあ、朝一台というか当たってはないんだけど111ゲーム回されてる台ですね。さあ天井です、よし、さあここからちょっと頑張って伸ばさないとやばい、止まった、目に近く、さあ、あ、3、2、1、あー下パネル消えた、音も消えた、代理テンション押せない、全部来たいや気持ちいいですよね、カマネリの当たり方気持ちいい ね、なんか俺が聞いたのは、うん、ほぼ確だろうみたいな展開の時は、うん、そういう途中でフリーズさせるみたいな演出のこう流れにしてるらしくて、当たるのは分かってるけどさらになんか演出で気持ちよくさせてくれるみたいな、当たる時にダラダラコインを使わせるのって違うなっていう発想らしい、あ、いい発想ですね、そうそうそう、最高、これ朝一だから1000枚もありえますもんね。あーでも300超えてきます。376結構多いですよね。多いね。ね、376、まあいいです。ありがとうございます。めちゃくちゃ笑顔だわ。もうすっかり忘れてたけど。そんなことすっかり忘れてたけど。超えろ。ナイス。ここまで来たら 80%。次。ないしその次ゲームで子役引けば確定です。ここでダメでもここで何か引ければ OK、 ああこれ大丈夫だ、外れてるけど当たったはず、よし458、さあ何が出てくるかな、459、460、早次郎かもしれない、早次郎だ、遠いな、無理か、487枚でした、なかなか伸ばせない、487枚でもありがたいんだけど、お、5100、お願いします、おお、ナイスです、あざます、5100で昇格した、薄いとこ引いてたな、唯一の見せ場かもしれない今日いやでもだいぶ説明してくれてますから、いやでも見てくれてる人まあ知ってるのよね多分わかんない、みんながみんなそのカバネリ詳しいかどうかわかんないけど、カバネリ好きな人だったら、あ、まあそうですよね、はいあれだよ、コメント欄にいやそんなん知ってんだよって書かれるいやでも知らない人は、うん、まあ、正直いっぱいいると思うんで、まあね、知らない人もいるとは思う、もちろん一緒からしたらやっぱり本当にありがたいですね、私はめちゃくちゃそうだけど、まあね、まだね、その息の長い機種っていうか、うん、全然この後も設置され続ける台だろうから、ね、うん、導入当初から打ってる人ばっかりじゃないとは思うんだよね、うんうん、
まあ、これをきっかけに、あ、じゃあなんかそういうことを意識しながら打ってみようみたいな人は絶対いると思う。そうね、まあ、意識して打った方が圧倒的に面白いと思うから、うん、そういうのはいろいろ覚えた方が楽しいと思います。カバネリは特に。ありがとう。 60% ですよ。 60% 今日俺1回しか当たってねえからな。お、フリーズしてる。気持ちいい。これは嬉しい。あるかな。そう、ただね、1000枚の時って、うん、まあ、あの斜めに赤7揃いやすいし、はいはいはい、ここの絵が違ったりするんだよね。あ、なるほどな。無名になってたり、覚醒イコマだったり、覚醒イコマのセリフがあったりとか、まあ、1000枚の可能性がゼロなわけじゃないけどね。ここでブルったら強い。強いっつってもだけど200でした。はい、ダメだ、チャンス音が突破できない。通常時826でチャンス音6回全部外れてる。まずいって。ナビ出て攻めて、ナビ。あー、最終ゲーム3択。あー、中から押すって決めてました。私は先に宣言してました。いきます、頼むぞ。よし、うまい。よし、うまい。危ねえ。最終ゲームは鉄板です。あー、よかった、決めといて。めっちゃドキドキしますよね、最終ゲームの3択。これは本当に試されてる気がする。いや、まあ、出ますよ、ここから。そうね、そうあってほしい。危ねえ。こういうのがあるからやっぱ好きになっちゃうよね、カバネリは。ドラマチックだ。300枚以上持ってきてお願い。いいよ、 赤文字いっぱい。もっともっともっと。あー、少ないな。233。よし、やりました。はあ、力抜けるわ。おー、ナイス300。かっこよ。これは250はスルーしちゃいそうですね。んー、ダメか。延長とかも始まんないですもんね。困ったな。今日250で1回も引っかかってない。お願いします。うわー、なんもね。あー、銅はね、出るんすよ。なんとなく分かってました。あー、5連で650枚ですね。まあでもここまでの内容は大して良くなかったんでやめかな。近いか。じゃあ打つか。近いはちょっと見過ごせない。まあカバネリね、まだ朝一台があるっていうのがね、ちょっと気にはなるんですけど、抜きん出ていいとこっていうのがあんま見えてない状態ですね。まあ、宮原さんも言ってましたけど、まあ、ここの北斗がやたら強い。初当たり16回で、こっちの台も10回引いててっていう、まあ、ここは並びであったっぽいですね。678っていう末尾かな。678の末尾が強かったら678他も強いのかな。ってなると俺も打っててはいたんだけど、678だとここですね。あ、まあプラスっすね、この人。この乙女がもうすでにこの台6000枚も出てる。ゴスローのカバネリが出てる。え、並び、まあ可能性はゼロじゃないよな。時々はなんか問い面で出てますね。まあ、やっぱ朝一
あの並んでる最中に BGM ずっと北斗が流れてたっていうのがちょっと気にはなってたんですけど、もしかしたら意味はあったのかもしれないですね。実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日は本当、はい、ボロボロでしたね。ボロボロだった。ボロボロでしたね。まあもうちょっと結果の方から発表していきたいと思います、はい。私なんですけれども見なくても大丈夫、3万3000円投資回収ゼロです。僕はですね、はい、4万4000投資、回収が533枚です。あ、結構ある。え、ってことは同じぐらい。これなんかそういえばバトルって言ってたんですよ。いや、もういいや。いい、いや、いいっすよね。いや、ほんとにいいです、いいです。その、下の方で争うバトルだったら、なかったことにしていただきたい。申し訳ない、バトルとか言い出して。いやまあでも私にとっては、本当にすごいためになったんですけど。はい、はい、はいはい。まあちょっと、まこさん的にはどうでした、うん。いや範囲、まあ、原因はあるなと思ってて、まあ、最初のカバネリをちょっと粘りすぎたなっていう、そこをもうちょっと普段だったら最初の ST、まあ、駆け抜けちゃったからあれだけど次の当たったところでやめてもよかったかなっていう、まあ、同トロフィーとちょっとした挙動に惑わされたかなっていうところはありましたね、うん、なんかねちょっと良かったりするんですよね全部の台がね。2以上になってさ、2とも限らないじゃん、はい、2かもしれないけど、はい、っていうまあちょっと心理的な部分で、うん、負けたなっていうのは正直な。店長さんに負けてますね完全に、うん、心理戦で、まあ、あと久しぶりにこうカバネリの厳しさもまた新たに味わったなっていう感じでしたかね、はい。まあ、あと三原さんがカバネリ知らなすぎるなっていうのを含めいや本当に私もなんか誠さんがえこれ常識だよって言われること本当に知らなくてこんなに知らないんだって改めて思いました。そうなんとなく打ってると分かんないけど、うんうん、ちょっと意識したらあそういうことかって思うこと多分いっぱいあるんで、うんまあ、もしそういう人が見ててくれたら、まあ、多少はねそのためになったかなと思うんですけど、もうみんな知ってる。いやそういうの本当良くないと思います。そういう風に思って知ってる体で喋ってると、うんはいはいはい、本当に知らない人が本当に置いてかれた気持ちになるんですよ。良くない。いやなんか私そうなんでみたいな感じでまあまあそういう人もちろんいるとは思うよ。そういう方が見てくれたらもういいよね、はい、うん、います意味のあるあのダメなカバネリとかになったかなと思いますけど中身はあったかなとは思います。まあ、北斗にはね露骨にこうなんていうの並んで初当たり取れてる台あったし、しかもなんか朝一、うん、2人ともなんか北斗もいいかなって思ったんですよ ね、 ね、うん、だからどっちかがもし裏切ってマジで裏切ってればよかったよ。いや私もめっちゃ思ってますよ。裏切って北斗行けばよかったそうカバネリの島だったらまあ入ってるんだろうなっていうのがあったから、うん、っていう感じでしたね、はい。いや今回のガチ友は大丈夫です。ガチになってますかね。私なんか普段よりもボケてたなと思って知らないからね。絶対一人でやってる番組の方がガチ感出てたんだよ。いや本当に今日はね申し訳ないと思ってますはい、というわけで今回は本当にちょっとね、残念な結果にはなってしまいましたが、次回に活かせるような情報っていうのはあの得られてると思うんでまた次回頑張っていきたいと思います。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、レッツガチ友。